に入ります。赤コーナー日本バンタム級に117ポンに4分の1村越ジム所属川島康人、前チャンプ村上へのリベンジかなわず、しかし代わりに王座再奪取を誓います。川島康人です。日本バンタム級3位117ポン2分の1渡辺ジム所属田村健二、数回のブランクを乗り越え、そしてベルトを狙います田村健二です。さあ茂山さん、はい、バンタム級の熱い戦い、はい、いよいよ第2戦でございます。この前に尾崎対海老沢のあの熱い戦いを見せられての両者の戦い、はい、ということになります。両者中央へ、まあ、出稽古に行っている川島が田村とその目線をなかなか合わさないなんてことも言われているんですけれども、 そうですね、はい、それはまあ当たり前のことですよね。リング外の戦いがあったみたいですけれども、まあ、田村選手本当にあの1年のブランクがあったんですけれども、はい、まあ、噂によるとあのタイに修行に行ったりとかですね、さまざまいろんなエキシビョンマッチとかいろいろ試合もやってたみたいなので、はい、川島選手も油断できないと思うんですね。さあまずは川島のローキックから試合がスタート。そして田村の方は接近戦での、はい、捕まえての膝ですね、それぞれスタイルが違うというのがまた面白いですね、はい、そうですね。ローからハイエンを伝えてきます田村健二、非常にこう粘っこい試合を見せる田村健二です、まあ、田村選手は肘と膝がですね得意技ですので、はい、それをいかに川島選手が封じてですね得意のまあパンチローにつなげていくかっていうのが、うん、試合の見どころだと思います、はい、まあ、パンチのコンビネーションを川島が見せておいて、そしてあの得意のローあるいはミドルですね、はい、そうですね。気になるのは前チャンピオン、あ、失礼、元チャンピオンの川島、ロースターターですよね。そうですね。この辺りの試合配分などをどう田村が見ていくか。1ラウンドから果敢に前に出ようという田村です。はい、ナイス。このローのタイミング。尾崎海老沢の対戦とはやはり違った雰囲気を見せている。そうですね、はい、またちょっと違ったですね。渡辺選手は渡辺選手珍しくああいうこういう距離を取って戦う選手ですので、はい、そういう面じゃあちょっとまあ日本キックの主体とちょっと違うんですけど、また、はい、違った意味での、まあ、日本キックの強さを体現した選手だと思うんですね。まあ、しかし田村の方も16戦して10勝3敗3分け複数の KO がありますので、この辺りどう川島が見ていくか。おっと右肘ですね、横黒の肘を見せました田村です。さあ右肘ですね、先行戦です。この接近戦での戦いは田村選手ご覧だと思うんですね。ローを打って左に見ました川島も右のショートの右を肘を見せます。右のストレート田村両者ともですね、パンチもたくさん出してるんですが、はい、的確に当てさせないですね。そうですね、ディフェンスも大変上手な2人ですね。左の方、これが川島の心情です。まあ、田村選手はよく距離を取ってるんで、ローが素手で入ってない、いわゆる背側というんですか、足の甲で蹴ってるんで、それほど今のところダメージが残るような効果はないと思うんですね。追い詰めようという田村です。回り込む川島。田村選手の作戦としてはやはりコーナーに追い詰めて、で、まあ、首相撲から膝というですね。さあこれ第1ラウンドが終了しました。これは先ほどの試合とちょっと違ったですね。でまた力が入る第1ラウンドでした。黒道好みの、まあ、試合展開になってきていると思います。まあ、しかしこの川島、田村ともにやはりベルトを狙うためにはこの一戦負けられない、はい、ね、はい、まあ、田村選手ですね、今まで何回もチャンスがあってチャンスを逃してきたので、はい、ものにしたいという気持ち人一倍強いと思うんですね。負け抜きが強い田村なんですが、6年前のデビュー戦永井哲也に KO 負けをして、はい、これ絶対に忘れないぞって今でも言ってるそうですね。そうですね、左の膝が入って今度は右へ、
ちょっと振られているか川島、はい、元チャンピオンです。完全にこう田村選手を捕まえる作戦になったところですね、はい、青コーナーに詰めていく田村です。膝を上げて、おっと上からの肘です。川島さあこの辺りからじわじわと田村が出ていく、ね、これをどう外すかっていうのは川島さんの川島選手の、まあ、あの課題だと思うんですね、はい、捕まってしまうと川島選手の持ち味が生きなくなってしまうんで、はい、ちょっとかすりました。川島を肘を出して回り込んでいこうというところ。いやこの辺りしかし田村も下がりません、はい、まあ、粘っこい選手ですね。スポンの田村というですね、スポンの田村、はい、食らいついたら離さないという田村健二、はい、じわ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 と効いてきちゃうんですね。この接近戦での膝ってのは徐々に来るわけですか。はい、そうですね。あの怖いの顔を下げちゃいけないですね、はい、顔を下げるとあ今みたいに顔面に持っていかれてしまうので、はい、でこれはあのですね、首相撲で負けてるから頭を下げさせられちゃうんですね。やっぱ、はい、頭が死ねば体死にますから、はい、絶対頭下げちゃいけないですね、はい、頭下げられるともう膝と見る人間ですね。ちょっと川島苦しい体勢になりました、はい、ダウンこそ奪われないもののじわじわと来る膝、はい、ね、まあ膝は本当あの拳の倍ぐらいの大きさありますからね。おっとこれ尾崎ですね、見てますね、先ほど勝利をされました尾崎がこの試合を完成しています。すで、はい、に尾崎の方は勝ち上がりを決めています。あともう一つの椅子は右の川島、左の田村、どちらでしょうか。さあこれはスリップだ。この田村のしつこい攻撃、川島はどうやっていけばいいですかね。やっぱりあのまずこう首外さなきゃいけないですね。首捕まってますんで、首を外さない限りにはこの膝切り、今ハイキックが入りましたね。いや川島今下がったところハイキックをもらいました。なんとなくあの前チャンピオンの村上に敗れた時のあのハイキックを思い出してしまいましたが、さあ第2ラウンドも残り時間が少なくなってきました。おっとこのハイキックもあります。ワンツーが当たる、田村がロープに詰める。いやこれで、ね、また捕まりましたね。右の肘一発。さあここで第2ラウンドが終了しました。今のラウンドポイント的にはどうですか。いやこれは田村選手の、まあ、あの2連目あまりあの膝肘のポイントって高くないんですけれども、はい、まあ、今のは完全に田村選手が押しているという感じですね、まあ、あのポイント運というよりも膝のボディに対する膝、これはあのダメージが後半戦どう出てくるかという方がすごく大変だと思います、まあ、しかし今ちょっとセコンドのところで座っていた、コーラで座っていた川島の表情を見てますと、そうまだ、そうですね、まだ死んでないという余裕もあるかなという感じがしましたが、逆にその老快な川島だけにですね、ちょっと後半にかけて勝負かけようかなというのは一つ計算であるんでしょうか、はい、先に前に出ていったのは田村です。右に回り込んだ川島、そうだ、ターゲット、左のハイキック、川島先ほどやられた分返そうかという川島、はい、さあまた田村の方は接近戦を挑んでくる、じわじわと前に出る田村、しかしこの膝変幻自在に上下に膝を打ってくるんですね、はいはい、またボディ、そしてまた接近戦に行こうと、今度は川島の後切りをロックに来るが、田村健二1年ぶりのリングになりますが、それがいきなりの王座決定トーナメント、美味しいチャンスということになりました、はい、ね、まあ、91年の11月広中戦でドローの後負傷で1年の7ヶ月のブランク、はい、さらにまた、前回の試合でもまたブランクがあったとい う, そうです、ね、はい、試合の間隔ちょっと長い田村なんですが、はい、前回のまあドローは本人も相当悔しかったみたいでですね、自分が勝っていたというふうにまあ確信していたにもかかわらずドローだったということで、まあ本当にあのその悔しい思い、あのいろんな大修行とかまあ様々な試合にぶつけてっての今日のあのトーナメント戦だと思うんですね。そういう意味では全くあの全然休んでいたのではなくて、人知れずかけて努力をしていたっていうことは事実あると思うんです。
またあの98年の2月、田村健二は尾崎秀樹との判定がドローだったということで、この川島に勝てば次尾崎とは勝てそうという、はい、一つのまた発奮材料にもなっています。さあ首をひねってくる、ここはブレイクです。第3ラウンド残りまもなく1分を切ります。入りは右の肘を見せようかという川島です。まだね、本当話したいですね。あのちょっと気になるのは分かりません、いつもあの近づいてくるものに対するカウンターの前蹴りが、はい、得意技だったんですけど、今日その前蹴りが出ない僕はちょっと残念ですね、はい、もうちょっと前蹴りでこう相手を離して自分の距離作ってからコンビネーションかけたいところだと思うんですね、はい、あと顔面水座を集める田村です。川島コーナーに詰められている、回れないか、首をこう攻められるような感じですね、はい、相当まあ膝もらってると思うんですね、多分。アウト、右のストレート。丸み。ちょっと、はまった感じですね、はい。ダメージもかなり残るかと思われますが、第3ラウンド残り15秒切っている。ちょっと口上げた。はい、右のストレート。ワンツーがヒット。あとちょっとグラッとバランスを崩しました川島です。第3ラウンド中盤が終わりました、はい、まあ、あの田村選手圧倒的にちょっと有利という感じになってしまいましたね、はい、まあ、このラウンド始め川島も最近強調させて、はい、やっと回したんですが、元チャンピオンの川島康彦とちょっと苦しい試合になってまいりました。そうですね、田村選手の作戦にはまっているという感じですね。なんとか残り2ラウンドで盛り返したいところですね、はい。97年の11月、尾崎を破り日本バンタム級タイトルを獲得した川島、その後すぐの初防衛戦で村上慎二1ラウンド KO 負けを喫してタイトルを失います。王座返り咲きを狙う川島、ちょっと田村の首相撲にこぼずっています、はい、さあこの辺りの接近戦、試合は第4ラウンドです。かなりダメージがある川島、そろそろ、まあ、スロースターターといってもそうです、ね、はい、エンジンかけないと辛いところになりますが、もう時間がないですね、はい、やはりポイント的では重松さん、ここでは田村とありますね、はい、そろそろ盛り返していかないと辛くなってくる川島です、はい、まあ、1ポイントリードという感じですね。1ポイントリード、はい、伸びていきます。身長はお互い170センチと同じなんですが、リーチはやや田村、はい、左右の膝、この膝をですね、ああ、左ね、左ラック、あれは完全に入っちゃいましたね。ちょっと頭グラグラしてましたんで、膝もらってからのハイキングだったんで、ちょっと川島これ意識が、はい、ああ立ち上がらない、あーとこれ危ない田村だ、ああまだ余裕があるぞとバック中を見せた田村健二、はい、これ最後のあと首元ですね。そうですね、完全にあるですね、違う角度です。まあ本当にあの頑張ったんですけどね、最後までちょっと田村選手の首相撲にやられてしまったって感じですね、いやしかし嬉しそうな田村健二です。この試合は田村健二が川島康人を破りまして王座決定戦トーナメント決勝へ勝ち進みました。